どうもポチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それではファイナルファンタジー7リメイクやっていきたいと思います。およはい。なんか虫みたいなのがいそうな感じですよこれ。そうだね。今やってきます。どうする、中から死んだ社員が出てきたら、バッサーつちょっとかわいそう。え、生まれる。あ、生まれるの。そう。やだキモい。うん、これ気持ち悪いんだよ。これ焼いちゃえばいいのにね、ファイヤーで。そうな。あ、いたじゃん。あいつは何かを作っている。あっちにもいる。あいつ歩いてる。歩いてる。あれ見回りしてるね。社員なんだ。社員だったのか。気を抜くな。もしかしたら。これで、あ、こいつは見破る使ったもんね。使った気がするけど。燃えろ。炙り出す。自分に燃やしきる。よっしゃ。あれ、やめた。なんだこれ、バリアしてる。そいつピンチになるとバリア。燃えるわ。そこ、じゃあね。当然の事だわ。雲の糸を手に入れたね。こっち、こっちはなんだ。迷子になりそう、また。こっちも電力不足だし。ちょうどいいじゃねえか。侵入しようないってことだろ。あれ上になんかいるぜ。あれ上になんかいるぜ。ほら。気のせいだよ。本当？壊れてんの？なんか。わあ。何あいつら。魚が飛んでるよ。あ、こっちで、あ、こっち。合ってるな、多分そっち。合ってるってことは、うん、あっち行こう。あれ合ってない。合ってない。こっち、え、ま、待って、ここに来たでしょ、うん、ちょっといろいろ見て回りたいのよ。あれ、なん、おぉ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 、あ、合ってんだ。合ってるね。一本道だ、意外と。怖っ、うん、何ここ。ヒュってなるやつ。ヒュってなる。ポチにないやつ。ヒュってなるやつ。なんでそれ急に下ネタ言うの。ガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスの弾。あ、下に行ける。トンネルの中と一緒だ。魚だな。フグみたいな。な、あった。なんか。有害物質手に入れたった。そんなもん堂々と宝箱に入れんなよ。有害物質手に入れちゃった。ん？ん？これぐるぐるポチ回すから皆さん酔わないように気をつけてね。って言っててあれなんだ。ゆっくり回そうって気はないんだろう。うん。ゆっくり回そうって気はない。ない。うん、レオ酔わないようにね。あと何あれ。うわ、怖い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 。容赦なくキュッて言うもんな。うわ、怖い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 。おお、見てごらん。あー、もう無理無理無理。あー、ひどい。ダメ。マテリアに気取られてたろ。いや、下ばっか見てた今。すぐそこなのに。ジャンプしろよ。飛べなくない。なんで飛ぼうとしたの。ま、くそ、どっかは繋がってんだろ。あれいい、いいマテリアだぜ、あれ多分。そうだ。探すしかないね。くそー。マテリアの入手経路もな。びっくりした。ん？あ、これがある。何今の。ちょっと漏れそうになった。あ、え、ここ大丈夫？ほら行くよ。ちょっと最悪あるぞ。あ、危ないよ。てかなんでこんなまま放置しとんのこれ。あ、怖い怖い。今ワッとやられたら大変。やだよ俺配信中に。殺すの？配信中じゃなくてもやだな。配信中。レオガ
燃えろやったぜやったぜこういう場所はな迷わねって信じる、うん、それ絵本のセリフだよね。そんな絵本なんの？マリが気に入っててよ、真似してやると喜ぶんだ。人生は終わりのない迷路だぜ、でしょ？人生には終わりのない人生は終わりのない迷路だぜ。覚えた。ん？どこだ？ん？こっち？わあ。あれどっち、こっちか、あれこっちじゃなかったってこと、えっ何もなかった、そうだった、あれどこだ、そこの下から来たんだよな、うん、あでもなんかそっち行ける、ね、あここに行けないから、でもそっちの上行けんねん、上か、上に行くの、上じゃない上じゃない、あごめんごめんごめん、こっちでか行けないよ、でそのジャンプじゃない、違う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 、そこ行けるでしょ、それか、こっちから来たんじゃない、あそっちから来たんだっけ、こっち来てさ、なんかこっちに行ってさ、ここで有害物質ない、あれこっちだっけ、こっちから来なかったっけ、こっちこっちこっちから来なかった、 ABCDEFG 初めて来たか、テロップ出てる、あれあれどこですか、ここ一体全体、あ太陽の方に近づいてってるから、これあれだな、ちゃうよ派手に迷ってるぞ、これおい、いいんだよ、だからこっちさっきのとこだよ、こう来たんだよ、こうで階段登りゃよかったんだ、そうだよ、墓地がここで、あマテリアだってこう来て、ガーンって崩れて、そうだそうだ、あ崩れちゃったってなったんだもん、でここ登ればいいんだ、頼むぜ頼むぜ、ねえもう一度確認しない、何を確認する、何を、マテリア、何を確認しようとしてる、何を見るの、どれどれ、何何どれ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 、今どの辺だこれや、あ場所、私たちの目指す魔航路は H の先、うんもうすぐじゃない、さっき G だったよ、でもここまでは H に繋がってる道なかったよね、ま歩き回ってりゃそのうち、あんた一人でやってくれ、他に繋がってそうな場所ってなると怒ってる、怒ってる、壁沿いか、ダメ元で行ってみない、目的地があると気も紛れるし、はあ、悪くない案だ、あのでけえ扇風機が目印か、あれね、確かにあれ見て歩けば迷わねえな、はあ、分かった、あれをずっと見る、あれって換気ファンかな、吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ、あれをずっと見るつもりで行く、スラムに垂れ流しよう、扇風機、うん、あ、魚だ、片付け、マンボウっぽいやつ、全然乾いてない、泡地獄じゃ、寝かされてない、頼られちゃうな、みんなよっしゃ、寝かされてるわ、あれは明らかに、下がってさ、頑張る、でもあれなのか、沈めたもん、魚ってなんか雷聞きてた、あー凍らしちゃえと思っちゃった、あ見破れる、バレット声大きい、バレット寝てたやつが悪い、そうだね、こっちなかった、特にもなし、なあこっち扇風機どこ、あっち合ってる、扇風機、わあまだ眉眉、こっ
こうやってさ、あとちょっとだって言うと崩れるんだよ、うん、またそうだ、ね、見て、あのパイプの上登れるかも。伝っていけそうだな。そんな大変なことすんの、マジかよ。怖くね、怖くね、え、結構怖いの。でもさ、よくよく考えたバレットさ、肩が銃だからさ、めっちゃ怖くね、言うよ。怖いよ、言うよ。はしごとかさ、超大変じゃない。頑張って。なんか、すげえファンの音が、うん、おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう、急いでるんでしょ。先行きな。おう、ついてこい。よし、よし。いい風吹いてんな。ポッチもここに捕まりたいけど。よくない。よそ見、ダメだから。お、大変。大変。これ吹き飛ばされちゃう。これ吹き飛ばされるやつじゃない。ここが強いってあそこは弱いでしょ。そうだね。偶然にも。偶然にも。パイプがなくなったところで。うん、偶然にも。これはめっちゃ強いよ。だってめっちゃ回ってるもん。これまずくない。あのファンの中、なんだろう。そこよくお前らいけんな。あ、バカ野郎、よそ見しちまったじゃねえか。ファンの中、あ、なんかある。マテリアだ。欲しい。どうやったら取れんのあれ。ねえねえ、あー、なんとか渡り切ったね。吹き飛ばされてこないかな。寿命縮んだ。赤いマテリアあったわ。なんであんなところに。ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒。欲しいな。ダメか。ここあんのかな。いや、今はないだろう。きっと。後できっと取れるようになるかもしんないし。よくそのここの状況のやつスーッと降りるな。ね、クラウドすごいね。はい、何、もうちょっと先、はい、こっち、はい、うわー、あー、これは、うわー、次木の板だよ。てか、バレット平気なの。もう目の前がH。足元、気をつけて。何そのフラグ。あれが目的のリフトか。メインリフト。うん、確かそう言ってた。あ、大丈夫だった。フラグじゃなかった。うわー、怖っ。あ、メインリフトに着いたわ。お、間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぞ。やっと会えるわ。電力供給また出た。またかよ。ライト3つ分必要だな。3つも。そんなに。この辺りの全部ってこと。こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよ。H1 の番号が目印。迷うってこと。こっから一番近いライトっつうと、こっちはあれだな。ポチが迷うことを見越して集合場所を教えてくれてるのか。アライスラムを見守る明かりは、うん、未来に照らす道しるべであり太陽なのです。へえ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。神羅に照らされる未来なんだ。あ、休憩場所もある。あれ、これ何、リフトじゃないの。それリフトじゃない。ちょっと買い物、じゃあちょっと一回買い物しんね。はい、じゃあ休憩しなきゃいけないか。そうだね。でもそういうことだよね。それがなくなったってことか、宿屋みたいなのが。そうじゃない。あ、でも自分のアパートで寝たらあれだったもんね、回復したもんね。そうですね。よし、じゃあ行くか。行こう。なんだっけ、これは乗れない。乗れるんじゃない。あ、乗れるわ。ちょっと待って、こっち調べたからでしょ。あれ、あれが使えなくって、この H の1に戻ってこいって言われた。言われた。 H の1。あれ、あ、それぞれ登っていかないといかないんじゃない。これでなんかしなきゃいけないのか。そういうことでしょう。
電力供給が不足しています。あれ、ライトを消すのが先だな。あ、なるほど。ライトを消す？ライト、あっちにライト、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 ん？なんだこれ。あ、気のせい。これ電力供給したらさ、あいつら動くんじゃないの？わあ、クレーンだ。クレーンだな。そんな。そんな動くわけないやん。いけるいける、ポチならいけるよ。やったぜ。クラスファーストだからね。そうだぜ。一瞬で終わりだ。いるな、なんか当たる。はい、この工場だ。うそ、怖い。毒ってる。作戦を変える。俺の見せ場だ。期待してるぜ。そこ邪魔だ。はあ、これからだよ。そこ気をつけてね。下がって。そうじゃ、いけいけいけ、燃えろ。攻めるぞ。下がる。すぐどこにする？攻撃食らうから。燃えろ。一気に叩き込む。どこは、でも治った。治るね。戦闘終わると治るんかな。あれ？そういうこと？あれ、どうだ。H の2。来て、あ、これか。それだな。あったよ、スイッチ。サクッと消しちまうか。そうだね。ちょっと両端は一応見てね。何があるか分からん。ん？長いな、両端。あった。ああ、でもあったじゃん。あるのよ、こういうところに。あるのよ。何するの？掃除する主婦みたいな。消えた？消えたね。よし。あ、電気が回復。パワーオン。パワーオン。まずは一つ目。はい。残りはあの二つだな。はい。なんかなった、ほら。ほら言ったじゃん。再起動開始。動くって。液体システム？電力が復旧したか。くっ。それがどうした？全部ぶっ壊して魔鉱炉へ向かう。言ったじゃんか。こっち気づいてたし。何に対してあれ言うてんの？それは上だよ。あれ？それはバレてるな。よっしゃ！こっちだな！オラオラ！よし、うまかったんじゃない？こっち倒してやれよ。復旧したのは警備兵器だけじゃない。うん、何が？人も？人も来るってこと？人は電力では復旧しないと。通路が動かせない。ああ、なるほどね。ああ。おお、ぴったりじゃねえか。おい、下手くそ。わざとだよ。ぴったりじゃねえかって言われたらさ、ずらしたくなるじゃん。わざとだよ。こまめに動かないと分かんなくなっちゃうね。分かんなくなってるよ。こっち。あれはまだ動いてんな。待ってました。余裕だぜ。私も。あ、なんか黒落とし子見てるよ。あ、こいつは見破る、見破ったことありましたか？よし、やっちゃおう。なかった。すげえ、あいつ自分自身がくるくる回って紀炎山みたいになってる。こい
つもなかった気がする。備えた。もう全体で破れるんじゃないの？もうえ？そうなってくると、お前マテリアレベル上がってるから。そんなことできるの？この人。え？マテリアレベル上がったら全体見破れるって書いてある。いいっす。それ。で最初から見破るのマテリアに。マジ？頼む。うん。おう。引っ込んどけ。どんなもんよ。逃がさねえぞ。来い。よ。なんかボロカスにされてるよ。大丈夫、ね、いっぱい切り刻まれた。あのなんかに回転してる。確かに近接攻撃を弾くので遠距離攻撃で対抗しようだって。はは。回転を中断させるとバーストしやすい状態にできるだって。氷が苦手。よし、よっしゃー、終わりだ。うん、騒ぐほどじゃない。うん、騒ぐほどじゃない。ゴリゴリに一振り減らされてるけど。誰のせい？こっち。こっちのせい？こっちのせい。ありがとう。父さん使ういっぱいあるから。なんか連続で使うのめんどくさいね。長押ししたらなんかずっと使うとこないの？ないみたいだね。ショートカットキーはあると思うけどね。L1 プラス1とか。ああ、なるほどね。うん。ショート。そんなにショートカットを使うの？こんな。ショートカットキーってここでも使えるもんなのかね？使えると思うよ。出ないでショートカットになんないから。戦闘中だけじゃなくて？うん。あれ？こっちから来たな。え？そうなの？あれ？こっちだわ。光ってるもん、うん、こっちに。それでしょ。なんもない。あれ、これですか？2個目の太陽。2個目太陽消してやる。消えたぜ2個目。え、3個目でしょ。これで2つ目か。あれ、あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。た勝手に3個目だと思ってた。そうだね。延べ3個ではあるからね、今ね。あ、ここで必要なやつで言うと2個目か。え、2個目だ。興味ある？今度案内しようか。少しは心配しろよ。動きそうだよ。動きそうだね。お、いいじゃんいいじゃん。あ、マテリア。あれ、マテリアどっちに行くの？あ、うわ、バイバイマテリア。散見しちゃったね、太陽。太陽なんて本物が一つあれば十分だ。チンナに作れんのは偽物だけよ。ん？あ、こっちが来る。なんかあっちから乗ってこっちが来ますよみたいな。同等モードへ移行します。やべえ、やばいのいる。これどうしよう。うまいことかわしながら、うん、全然かわせない。どうやって全体になるのこれ。ちょっと一回やってみる。全体にほらサーチいってるじゃん。あ、わあ、わあ、天才かお前。誰が誰が、俺が、うん、もっと言ってくれていい。クラウドはやってやる。消えろ。落ち込む。あれ、あっちに何かいるな。ここにもいるな。来る。次のマシンガーアイテム、こんな近くにね、拳を叩きつけるとか、勇敢する。すごいよ。爆発したけど、ティファンの横で。へぇ。こっち何？1ぐるっと回って戻ってきた。ああ、ぐるっと回って戻ってきた。はあ、最後のライトはこれもうじゃあ動くんじゃないの。これさっき動かなかったよね。これあれ動いたっけ。いや動かなかったね。あのライトで最後、ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印。メロみたい。もうどこにいるかわからんよ、うん、戻ってきたらしいけど。Xに何て言うの、
戻ってきたよ、新しいとこ。心配するよ。メダルだ。なんかいろんなとこ行けるんだもん。だってほらね、ライトまでの架け橋しっかりつなげろよ。こう UFO キャッチャー的なやつ。こっちはこっちなんだ。そっちは普通に行けるんじゃない。こっちはあここまでしか、もうここしかないじゃん。やっぱずれてる。あ、やずれてる。だいぶずれてた。バッチリ。バッチリじゃん。うまいやろ。うまいじゃん。一発でスッといったもん、ね。スッといったでしょ。何にもないかな、ここ。何にも。スッとね。スッとできたもんよ。何にもない、ここ。あ、上にでもなんか、あれがいっぱいある。シンラボックス。ほんとや。なんかできたんか。これで。でもあそこまで行かなかったよね。うん、ただ積んであるだけじゃない。あれか、飾りか。え？あ、ちょっと殴り合いになる。十番です。撃たれても十番。燃えろ。氷に弱いって聞いた。どこ行ったか。まず回ってる。くるくるしてるわ。あいつ。やされてか。あれ誰しっきんかしら。気負いすぎる。待ってました。止まってる。え、まだまだ。もう一方だ。オラオラ、このまま続けんぞ。どうじゃ。そっちはどうだ。そこ止めた。じゃあね。どうじゃ。曲がりってな。かっこいい、ティファ。ん、これも上に行ける。うん、そこは最後の対応。最後の対応。行くぜ。あ、見るの忘れた。周り。ああ。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。どうだろう。よし。H1 エリアまで戻るぞ。へい。へいよ。あったの。さすがじゃないですか。こっち。あ、マジカルの腕輪だって。一番の治療だ。こっちは？なあ。クラウドはウェッジの分お願い。ここ降りて。うん。ひょー。ちょっとメインのあれに乗る前に一回あれ？いつ始めた？一回切る。一回切るか。うん。ここで。ほいよ。はい。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。